よいしょ。よいしょ。はい、皆さんこんにちは、やすとるまです。どうも。はい、ということでですね、今日は海に来ておりまして、まあ、いつも海に来てますけど、今日は海でちょっとご飯食べたいなと思いまして、パスタ作りました。サクッとね、ペペロンチーノ、チキンのせ、イエーイ。ちょっと緑がないですけど、パスタ作った、食べたいと思います。ねみちゃん、今日ねすごい天気良くて、じゃあいただきます。ちょっと伸びてる。固まってきてんな。うん。うん。うまい。ちょっと価格を変えましたよ。なぜなら、じゃん。猫がいるからです。あれ。映ってないな。影に隠れてんのか。下がろう。はい、ということでペペロンチーノですね。ニンニクもそのまま入れて炒まず、やつそのまま揚げません。の中でペペロンチーノが一番うまいっすね。麺と塩と油とニンニク、最強の組み合わせです。猫もペロッと。照り焼きチキン、照り焼きチキン、今日は2月5日なんですけど、昨日から天気が良くて、今日もねめちゃくちゃ海が綺麗だったんですよ。夕方なんでもうだいぶ日が傾いてますけど、風もあんまりなくて、だいぶあれですね、風があんまりないので半袖で全然いけるくらい暖かい。今日はここから3日間ぐらい暖かいんで、めちゃくちゃ最高です。人が来たんで猫が逃げましたね。ちょっと作りすぎたな。パスタって結構間違っていつもなんかちょうどいい量を作れない。ちょっと少なかったり多かったりする。今日は作りすぎた。少なく作って食べた後に物足りなくて、もう一回茹で直して新しく作ってたらおかわりしようと思って、新しく作ってたらその途中でお腹いっぱいになってくる現象がよくある。だから多めに作るんだけど、多めに作ったらちょっと逆に多すぎるっていう。では夜ではないんでオールフリーでいきます。おいただきます。バイバイ。うん、あやばい、超最高。なんか夏の気分になってきた。まだ2月始まったばっかりだけど、あー気持ちいいね。マジで海入れるんじゃないかって勢いなんだけど、ちょっと足使ってみようかな。では裸足なのでそのまま一回どんぐらい冷たいか入ってみましょう。よし、ここね川が流れてるからね、とりあえず冷たいのは冷たいんだよな、ここら辺は特に。さあ果たして水温はいかに。とりあえず川の水は冷たい。そして海の水が混じると、あ鳥だ。詐欺だ、詐欺。シラサギ、魚を狙ってますな。
しょっちゅう詐欺いるよね。黒い詐欺とか白い詐欺とか。でね、水温はねなかなかあったかい。これマジで泳げるんじゃ、泳げると思う。これ普通に、うわあ、水温あったかいよ。全然寒くないもん。冷たとかが全くない。すごいな。しばらくは天気いいみたいなんで、もしかしたら泳げるかもしれない。いいね、昼間だったら余計に暑いから泳げるかも。いや、素晴らしい、素晴らしいです。いいね、最高っすな。あ、冷た。ちょっと川の水がちょっと冷たいな。夏場でも冷たいもんね、川の水は。ちょっとね、昼間もっとね、透き通ってるっていうか、日差しが強くてね、綺麗だったんで、ご覧の通り人がいませんので、ソーシャルディスタンスはバッチリです。結構ね、夕日が前は向こうにあったんですよ。で今太陽こっちにあるじゃないですか。でどん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 あっち側に行ってる。だから日がやっぱり長くなってきてますね。日が長引いてきてますよ。早く夏来てほしいね。ちょっとまだ完食はしてないですけど、お腹が満たされてきたんで、まあ、置いててまた後で食べようかなと思ってますよ。はい、ということで戻ってきました。まあ、なかなか今はどこにもね、旅行とか、行けないので、自分の住むところにいるしかないんですけど、まあ、ここは徳之島、まあ離島なんですけど、まあね、まあ、ありがたいことに、まあ、島内は今、まあ、コロナも出てないので、結構ね、自由に感染防止対策して、まあ、自由に、あそこに行くことは、まあ、今のところはできてるので、ね、すごくありがたいなって感じなんですけど、まあ、いつまで続くか分かりませんけども、まあ、今自分のできること、まあ、こっちにね、島に住んでるんで、まあ、綺麗な映像だったりとか、まあ、ちょっとでもね、自然の力を借りて、癒しの時間というか、なんかそういうパワーをお届けできたらなと、まあ、画面越しですけれども、お届けできたらなと思ってますんで、で自由にね、旅行できる時が来たら、また遊びに来ていただけたらと、今は画面越しにね、楽しんでいただけたらと思いますんで、ぜひぜひ、これからも見てください。ということで、SNS、Instagram、Twitter、やってますので、あとは、音楽もね、配信してますので、ぜひ、僕の音楽ページ、Spotify とか Apple Music など、見てみてください。おいで、おいで、みーちゃん、おいで。狙ってます。これ狙ってる。食べれるかと思って狙ってる。あげませんよ。ニンニク入ってるからダメだよ。はい、ということで、皆さんよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。やさるもでした。ありがとうございました。はいはいはい、はい自分で書いてるみたいになって